気持ち少し上に。誰だ。今この時点では水切りの内葉マダラとの初めての出会いだったって聞いてんだこら。名は柱間、姓は訳あって言えんぞ。やっぱそうだ、手裏剣術。お前より水切りがうまいのははっきりしてるけどね。覚悟しようぞ。さあ投げろ。てめえは自分のうざい症状を自覚してるかこら。ただお前の方こそはっきりしろよ。それはお前忍びか。やなきゃならねえ。じゃあな。あ、やっぱりな、お前も忍びか。どうして川に来ていたのかも分かった気がした。忍びは戦って死ぬために生まれてくるものだ。遺体の一部に奴らは容赦などしない。河原間はまだ7が童貞ではできぬ。子供を犠牲にしてまして戦って死んだのだ。子供ではない。たらどうなるか分かってるだろう。何が愛の千住一族だ。何がそれが相手への敬意だ。間になるには死ななきゃならねえのかよ。やってやられてどこで。そうガキというのだ。父上、今日は兄者も気分が沈む。少し頭を冷やせ柱間。戦いをやめればいい。でもそれだと殺された親兄弟。俺からの忍びは感情を抑え、きっちりルールを作ってそれにのっとっ。あ、できねえだろうか。の平均寿命は30歳前後だった。多くの幼い子供たちの死だった。よう、久しぶりだな。あった。逆になんだよ、俺は元気ぞ。嘘つけ。引っ張りすぎ。聞いてやるっつってんだから。本当なんでもね。弟が死んだ気がするからだ。そうだったのか。いるか。俺は5人兄弟だった。中見せ合って隠し事をせず、兄弟の杯を組み交わすしかねえ。本当は煮えくり返ってるかもわからねえ。それがある方向に決まったみてえだぜ。お前だけじゃねえ。会ってもらえなかった俺の考えが分かってもらえたんだからな。驚いたというよりもマダラは天の啓示だとしか思えなかった。俺たちは忍びの技を競い合ったり、未来について相打ちじゃない。俺は当たってるぞ。ああ吹っ飛ばされた瞬間に投げたのさ。そう簡単にやられるかっつ見えてないと。まずはこの考えを捨てねえことと。は自分大人たちも俺たちの言葉を無視できなくなるけどよ。へえ、それはすごいぞ。に止まるんだ。だから俺の後ろに立つんじゃねえ。弱点見っけ。会うたびに俺たちは仲良くなっていった。マスターしようぞ。へえ、どんなだ。体重を思い込むのがお前の弱点ぞ。ああ、俺の弱点と俺の勝ち。ここだと森が一望できるな。そりゃそうだろ。何せ俺はしゃ、お前にしちゃやけに素直だな。だったら兄弟は死んで。まだら。なあ、もう兄弟はいねえのか。いや、決めた。ここに俺たちの集落を作ろう。個人の能力や力に合わせて任務を選べる。でもって、どんの、
お前ぐらいだぞ。お前はどうなんだよ。しっかり守ってやる。先を見るために耐え忍ぶ覚悟。次に会うまでてめえに預けとく。じゃあずっとつけてた。お前が完治なら俺が上だ。が調べた。奴は内派一族の者だ。やっぱそうだったのか。大して驚かないところ、柱間。これがどういうことか分かってるな。お前は裏切り者だと疑われるからな。スパイは任務だ。殺せ。いや、あいつはそんな。お前は弟の仇の一族を剣に陥れることになる。そんな。念のためにわしと扉も。早速だがよ、まずは挨拶代わりの水切りから行くか。おう。柱間、悪い。のようだな、内派田島。それから伊豆名だ。全く同じ状況。千住仏間と。やめろ。それが生死を分ける。弟を傷つけようとする奴は誰だろうと許せる。まだな。お前、少しの間だったが、田之白間は俺より強い。このままやればこっちが負ける。兄さんより強い。本当は諦めちゃいねえよな。お前はやっと。俺は無知派マダラだ。代わりにいいものをこちらは手に入れられたようだ。そう意味するか。俺には分かった気がした。だ、それか。カトン、豪華級の術。セイトン、水流弾の術。車輪眼を持たぬ不幸を呪うが。しっかりしろ、必ず助ける。マダラ、お前は俺には勝てない。国も我々と見合う他の一族を見つけられなくなる。奴らに騙されるな。戦いは内派一族が劣勢なのは誰の目にも明らかだ。そしてその頃、マダラも変わったのだ。その目。伊豆名はどうした。この前の傷。内派を守るならもうこんな戦いはやめようぞ。トプトン。花粉の毒か。やめろマダラ。貴様たちが殺したからだ。
たちは友達だった。できやしねえのさ。マダラは初めて地面に背をつけた。マダラ、終わりだ。待て、扉だ。いっそ人をもやる。オサであるお前をやれば、お前を慕う若いウチハの者がまた暴れ出す。なあ、もうこんな戦いは終わりにしないか。ええか、一緒に。そりゃ無理ってもんだぜ。お前ぐらいだと。お前はどうなんだよ。ああ、兄弟は一人もいねえ。守る者は何にも。今お前が弟を殺すか、己が自害してみせるか。言ってんじゃねえぞこの。俺も同意見だ。言ってることが無茶苦茶だ。じゃ、弟を殺さないでいい選択肢を奴も分かっていた。俺の死後、決してマダラを殺すな。さらばだ。もういい。ウチハと千住は手を組んだのだ。もう多くの犠牲が出ることもないが、里作りを始めた。